6番手で登板した柏田投手はこの回フォアボールを1つ与えただけでマーリンズ打線を無得点に抑えました。そしてその裏、メッツはハスキーのホームランでサヨナラ勝ち、柏田投手に勝利が転がり込みました。柏田投手は6日のブレーブス戦でも7回からリリーフ、1回を無失点で抑え後続を断ち、ある日のこと、練習前のロッカールームでその日の新聞記事が話題になりました。アメリカの新聞記者が書いたこの記事には、ブートキャンプオアクラブメット、軍隊式かリゾート式かと見出しが書かれている。朝起きてから夜寝るまで団体で行動を取ることから日本のキャンプを軍隊式、またアメリカのキャンプは昼過ぎには練習が終わり、その後ゴルフをしても時間が余ってしまうことからリゾート式と表現している。I saw what was interesting to me now that you've mentioned that is I was there before the Nippon series began and I saw Yakulta preparing for the Nippon series because of the gap in between the end of the season and the beginning of the Nippon series. And I was surprised to see how hard Katsuya Nomura made the players practice. メッツの場合、朝の9時半にグラウンドで軽いミーティングがあり、その後ジョギングを含めウォームアップがおよそ20分で終了する。Go!何もそのいきなりジョギング一周だけして、一周だけですよ。いや、僕も確かに日本のアップ、多すぎるから、もっともっと少なくせなあかんのは、もう重々分かってるけど、逆に少なすぎてなかったら心配してる。ウォームアップが終わると、5つの練習グラウンドを使って、一斉に守備と攻撃の練習が行われる。広い国土を持つアメリカだからこそ、許された練習方法である。また昼食は胃に負担がかかることを嫌い、フルーツとスポーツスナックのみ。これ3分の1です。うわ、もうそそそれもそもそもそれよ。昼食の後は野球に必要なトレーニングを行い、2時には終了。1日の練習は短いが、4日に1度の割合で休みを取る日本に対し、メジャーは開幕前日まで2、3日しか休まないので、トータルの練習時間は日本とあまり変わりはない。もう党内連携にしたって牽制もしますし、バントもバッティングもしますし、もう本当練習メニューはやってる内容はほとんど変わらないですよね。それをもう短時間で集中してやるって感じで、すごくいいと思います。練習も長いですし、内容もすごい濃い感じしますから、まあ、練習しない練習しないってよく言われますけど、いやそんなことないなと思いましたね、はい。 So far in campWe've been doing the perfect amount of exercises. Usually in the past, he's done either too much, way too much, or his body just feels broken down and tired when the season starts, or not enough, or he still doesn't have the strength. ただ日本も一昔前の投げ込み、走り込み、打ち込みのみの練習から、徐々にではあるが、科学的なトレーニングを採用し始めている。そしてチームによってはコンディショニングコーチを雇い、怪我の防止やリハビリを行っている。しかしそれでも立花コーチは、一日の練習時間が長いのは野球には向かないと言っている。日本は練習時間がすごく長いので、まあ、ウォーミングアップの順番待ってる時から変にこう緊張してるんですよね、まあ、60%、70% ぐらいの緊張の仕方でずっと同じテンションのままで最初から最後までいてるような気がします。でもメジャーって短い練習の中でもメリハリがあるんですよ。 But in America in the 1960s there was a cultural revolution and someone of Bobby Valentine's generationwas questioned authority more. The former Mets manager Dallas Green or Tommy Lasorda is very old school, very old fashioned. Bobby Valentine is a new thinker with computers and always studying and thinking of new ideas and willing to experiment. So
maybe that time is going to come in Japan also. いいジュニア。